どうも、皆さんこんにちは、こんばんは。エルザレッドです。それでは、イーストワードを続きやっていきたいと思います。さて、フライパンがね、壊れたっていうことなんで、これ、壊れてる状態ってさ、どうなるんだろうね。攻撃できないね。やばいか、修理しないとダメか。あれ？次回、騎士に史上最大のピンチ。スノーピーク上の危機。ああ、こっからがいいところなのに。アニメ見てたんだね。次は新しい仲間が加わりそうだね。それはどうかな。新しい仲間までは2話くらいかけるんじゃない？そんな、言わないでおいて。みんなあら、3。仕事終わったの？第一の子終わっちゃった？うん、今終わったよ。見るなら再放送待たなきゃ。今回はね、4将軍の一人がお城を襲ったの。もうめっちゃネタバレするじゃん、お前。それを止めるために騎士が向かってるところよ。でも変だよね。ゲームにはないストーリーだよ。ああ、確かにね。2周目の展開らしいよ。お前もすげえネタバレするな。魔王を倒したら2周目に入れるらしい。2周目？まだ仲間も見つけてなかったのに？ 2 周目なんか5億年後くらいになりそうだよ。3も第一の子やりなさいよ。私たちのうち誰かが魔王を倒せるかも。でもメモリーカード持ってないし。おじさん、買ってあげてよ。嘘だー。メモリーカードがなきゃ友達だって作れないよ。それやめろ。ゲームがないと仲間外れみたいな風習悪いぞ。じゃねえな。買ってくれるの？本当に？嘘みたい。私も大地の子遊べる。そして俺も遊ぶ。口先だけじゃダメだからね、おじさん。メモリーカードはハロー商店にあるよ。はいはい、わかりましたよ。すげえなんか上のスーパーって書いてあったね。ハロー商店。ちなみに、何も落ちてないですね。はい。ここに来るのは随分と久しぶりじゃな、ジョン。普段うちの店で買い物しないもんな。貯めるな。若干貯めるんだよね、会話ね。だって、今日は何を買う？はいはい。これは何？バックパックの拡張。あ、入荷待ちとかなんだ。メモリーカード。第一のこのメモリーカード。これがなければゲームをプレイできない。25ソルト。あ、でもここら辺入荷待ちなんだ。これさ、何個持てるんだろうね。一つに対してね。蒸気胡椒。蒸気が出るスパイス。なんかすごいな。これが果実。卵。でも食材ってことは料理できるってことか。んじゃあ。これ買いますか。あ、めっちゃワクワクしてる。かわいいな。ありがとう、ジョン。やった。私だけのメモリーカード。なくすなよ。サンに買ってやったんだな。そういえば、あんたも小さい頃、あれで随分遊んでたよな。あ、ここの人なんだ。あれでさ、名前はなんて言った？ああ、そうだ。第一の子。いいぞ、魔法使いが仲間になった。城に行って魔王と戦おう。先にレベル上げしないの？魔王の儀式が終わるまでまだ時間があるよ。お城へ。ワープ無謀すぎる。僕の話聞いてる？こいつすぐネタバレしてくるからな。みんな、見て、メモリーカードだよ。ちょうどいいじゃない。今からお城に攻めるところよ。どうせ勝てないだろうけどね。うるせえな、このメガネ。はいはい、まったく。まあ、魔法使いが仲間になったから、魔王を倒せるかもしれないね。なんかやってみてよ。ビギナーズラックがあるかもしれないわ。させてくれるの、いい友達はね。いいの？でも私、遊び方もわからないよ。大丈夫。カロトなら勝てるってわけじゃないし。めっちゃ目が怖えんだよな。ほらやってみなよ。手を動かしてみなくちゃ。もう遅いからさ、ご飯の時間になっちゃうよ。わかった。やってみるよ。わあ、第一の子ドラクエ感すげえな。あ、マジでドラクエじゃん。よし、始めるよ。ハンと顔がやべえ。メガネ、まず作戦を立てないと。カロタ、さあ、思いっきりやっちゃえ。最初は騎士の技、強打を使おう。あー、普通にゲームだもんね。技、強打、切り払え。全力斬り、あー、強打。魔王。コツを教えてあげるよ。モンキーは控えでも戦闘をサポートできるんだ。ああ。魔法使いと交換してみて。交代。ああ、3人までなんだ。魔法使いと交換して、はい。それで OK。これで魔法使いの技使えるようになった。技、火の玉、瞑想、エピに回復。じゃあ、火の玉だね。で、証人。証人は闇金融。敵に無理やり金を貸し付け、毎ターン利息を取る。ポーション購入。ははは、お金。コイン手裏剣。あー、銭投げだ。普通に攻撃。あ、しかもさ、右側、スロットだったね。会心65。魔法使い強いね。AP が減った。来るぞ。魔王の必殺。ライフドレインだ。次はどうする？もう AP がないよ。すべては計画通り。ここでピクスボールだ。いいぞ、いいぞ。あ、あれか。ガチャガチャのやつか。次は魔力サプリを使って。はい。そう。これで強い技を使うことができるよ。技。全力斬り。技、灼熱ビーム。技、コイン手裏剣やってみようか。会心の一撃、146。なかなか強いね。ミサイルだって。灼熱ビームは65。商人、20度。ゴールド40って書いてあったね。よく見たらね。商人は行動できない。出た。魔王のもう一つの必殺技。催眠波。強いモンスターはみんな使ってくるよ。寝かせてくるん、あ、混乱的なもんかな。未知識を披露してる場合じゃないでしょ。対策を考えなさいよ。そこが問題なんだよ。つまり、対策がない。みんな身動きが取れないし、どうしようもない。なるほどね。これで一方的にやられてっていうことか。あ、魔法使いが。あ、だから正気に戻るまで待たないといけないんだ。ここは魔力サプリを使って全力斬りでトリック。敵の行動を邪魔して与えるダメージを低下させる。1000円。味方一人に1000円送り。奇襲。やっぱ騎士でしょ。技。あ、違う。まあ、コインでいいか。回復欲しいね。あ、商人死んだ。AP が足りません。アイテムもありません。うん。効果不明の不思議な踊りを踊る。あ、モンキはあれだか、お猿さんだからわかんないってことか。もう、意志の力の効果発動。へえ。さあ、1000円で火力アップ。あ、死んだ。終わった。騎士たちの冒険は失敗に終わった。あっさり終わったね。ごめん。負けちゃった。大丈夫。あれだけできれば初心者にしては上出来よ。あ、これでも十分なんだ。僕の言う通り先にレベル上げしておけば。でもさ、誰も僕の話聞かないよね。ごめん、言い過ぎた。お前ネタバレばっか言うからな。うわ、もうこんな時間。そろそろ家に帰らないと。また明日ねー。ちょっと待ちなさいよ。僕も家に帰るよ。みんなまた明日。パンと男性だったんだね。もう何よ、続きはまた明日ね。あ、そうだ。聞いて。私、明日から学校に行くよ。はいはい。そうだったね。本当？すごいじゃない。もっと早く行ってよ。それじゃあ学校でも遊べるってことね。これあげる。お祝いよ。何もらったんやろ。スライムを手に入れた。ピクスボールっていうの。はい。これで大地のこのアイテムをゲットできるわ。ガチャガチャにトークン入れると出てくるのよ。それじゃあ私も帰らないと。また明日ね。学校には遅刻しないようにね。わかった。すっごく早く行く。また明日ね。あ、普通にプレイできるんだ。マニュアルハイスコアがあって、ああ、じゃあこれやり込み要素的なもんなんだね。いける？お、いけた。ジョンのやつ、ビビりすぎて固まっちまったんだ。なんだって蝶々と来たら、なぜガキがここにいる？ここは遊び場か？だと。それで言ってやったよ。都庁さんよ。あいつは怪物を倒したんだ。それに免じて許しちゃってくれよってな。で、なんだってよ。なんだってよ。ジョン、喉が渇いたか？おい、お前、罰悪そうやな。ジョン、別に影ちゃん叩いてねえぞ。ちっとも。今日も一日ご苦労さん。ずいぶん生き生きしてるな。いいことでもあったのか？タイガー隊長、私明日から学校行くんだ。そいつはよかった。祝い酒を認めてやるわけにはいかんがな。まあそうだね。あ、いた。やぶ医者。その、一回一回服通すのやめ。恐ろしく暗い洞窟だった。二度と出られないかと思った。それだけか。うん、話しかけられない。こっちは味気のない人生なんて意味がないだろ。そこの極上の味をお届けする。高機能家事ロボット。家事ロボットか。そうだね。とりあえずフライパンの修理だな。うん。昼回り人いるね。どうも。わし直せないものなどこの世にない。わしは修理マスターのメイソンだ。なんか増えてるね。いや、この鍋。そういえば、昔の勇敢な女の子たちもこの武器を使っていたな。これでご飯も作れるよ。燃えてる。修理魂が燃えてきたぞ。やべえ。この鍋を強化してもよいかな。あ、ぜひお願いします。燃えたぎってたね。あ、燃え尽きてる。素晴らしい傑作じゃ。最高傑作と言ってもいい。と言ってもたくさんあるが。あれだ。あれ？見せつけてやれ。わしを失望させるなよ。え、またか？またかってどういうこと？誰かが挑戦するのを見るのは久しぶりだ。最後にやったのは誰だった？イガー隊長か？タイガー隊長か？こいつにできるかな？何が？そう簡単じゃないぞ。マルめっちゃ喋ってくるな。ルールは簡単だ。はい。クラブアップルをループに入れるだけ。はあ。名付けて、アップループ。どうだ？商標を申請しようと思ってると思っとるんだ。出たよ、メイソンの親父ギャグ。どこあたりが全然笑えねえよ。まあね。それよりこいつだ。あ、なるほど。これを吹っ飛ばすってことか。あ、いい感じ。うわ、1回で成功したぞ。ジョン、アップルうちの天才じゃないか。わしが調整した鍋のおかげだな。よくやった。素晴らしい。コツをつこんだようだな。ふふふ。コツをつこんだ。これはいいぞ。コツをつこんだ。あ、こういう人って何回もいいよね。やっぱり全然笑えねえよ。ただただ呼びにくかっただけ。皆さんの探求心には驚くね。フライパンは敵を吹っ飛ばす以外でも使えるぞ。美味しい夕飯も作れるんだ。夕ご飯、ジョン、帰ってご飯にしよう。お腹空いちゃった。これをやろう。あ、クラブアップルくれるんだ。いいのかな？農家さんだからか。あ、プルプルのクラブアップルだ。あはは、これはいい。あっプルプルのアップル。行こうか、さんちゃん。あ、ファストトラベルの拠点を発見しましただって。ブレイブサーリー。さあ、落ち着いた。これ何なんだろうね、こっちの種はね。あ、ただいま。ご飯、ご飯。今日の晩ご飯は何、ジョン？これ、クラブアップル？今日はクラブアップル食べるの？ねえ、ジョン。お腹すいたんやね。そうだね、クラブアップル食べようか。お、すげえ。マジで料理するんだ。じゃあ、クラブアップル、クラブアップル、クラブアップル。料理を始める。え、スロット。目押しかしかも。え、何にする？ぶどう。あー、ナッピー。無理でした。おー、すごい。いや、クラブアップルが思ったより数が多いね。クラブアップルパスタ。パスタ。クラブアップルの固い実は煮ると柔くなる。パスタソースにすると美味しい。しかも一時的に体力が増加するみたいだね。意外と食べ物大事かもね。見習いシェフ。あー、上手に作ってるね。明日は学校に行けるんだ。学校には広い庭があるってカロタが言ってたよ。でもさ、ジョン、青いものはどこにもない。青いもの。緑もどこにもない。蝶々は全部偽物だって言ってた。でも本物だよ。私は見たんだもん。サンはもしかしてここの人間じゃない。ってことか。しかもあれだね。食事だったからちゃんとクラブアップルパスタ食べてたね。お、終わりだ。続く。はい。確認。保存完了しました。進行中のゲーム続けますか？はーい。続きから。第1章。空気を求めて。脱出する感じになるのかな？じゃん。起きて、ジョン。学校に行く日だよ。はーい。あれ、朝ごはんは？あ、偉いね。ちゃんと、顔とかも洗って。ジョン、急いで。今日からカロットたちと一緒に学校に行けるんだよ。外で待ってるね。楽しそうだねー。現在の時刻をお知らせします。だから勝手につくんだ。絶対なんか大事なこと言ってるんじゃね？何も流れません。現在の時刻もうすでに遅刻してたりしてね。まあそんなわけ。で、学校どこ？あ、学校上か。急げ。おしゃべり禁止。はーい。うるさい子で。そこのあなた？待ちなさい。新しい生徒の今日が初めてで。初めて？この学校が？一体誰に来ていいって言われたの？昨日。おだまり唇性格悪いなぁ。町長の推薦状がない限り学校には入れません。マジか。じゃあ、これ行きますか、推薦状。町長の推薦状。町長、しっかりしてよ。学校始まっちゃうじゃん。隊長、学校に行ったんじゃないのか？ 3？ 推薦状？おい、そんな大事なもん忘れたのか？じゃあ、行っていいぞ。町長さんも来てるはずだ。でも気をつけろよ。朝は、揚げ菓子みたいにカリカリしてる。午後も似たようなもんだけどな。いや、町長ね、立派なんだね、一応ね。他の家より。そこで止まれ！町長の推薦状が必要なの。推薦状？うん。それならいいだろう。いいんだ。駅っぽいね。今線路あったもんね。駅っぽいな。町長、失礼しますよ。うわぁ、とっても大きいお家。はい。町長さんってお金持ちなんだね。誰だ？ジョンか。どうやってここに？学校の話などしたか？マジで？昨日言ってたよ、採掘場で。お前のような捨てられっ子が学校だと？必要ないだろう。聞き間違いだ。マジか、お前。町長、何かご用ですか？さんじゃないか。こんなところで何してる？学校に行くんじゃなかったのか？わかったぞ。あれだ。サボってるんだろ？お前じゃないよ。4みたいなことはしないよ、3は。先生の話を聞くで約束したろう。約束を破るのは良くないぞ。まったく、その通りだ。ほんと約束守らんのはね、大人として恥よ。約束破るやつは、カロンにまっしぐらだぞ。カロンみたいになるってことだね。ですよね、町長。ああ、うん。そうだな。自分の言ったことは守らねばならない。学校に行きなさい。この生意気娘め。でも推薦状が。そうだったな。ほら。なくすんじゃないぞ。入れなくなるからな。町長の推薦状を手に入れた。しらばっくれる感じだったね。間抜け、ノルマ、役立たず。よく聞け。誰も、とかな、ここに入るな。早く消えろ。うわ、中にいなくてよかった。こんなしみじみ言わんだよ。一個一個、用は済んだ。さて、これで、学校行けるわけだ。うん、情けないわね。ウィリアムにそっくり。情けない。あら、情けない。そうか、いじめか。ねえ、こっち見ていいって言ってた？負けになりたくなきゃ、地上に行くのね。あ、地上行けるの？マジで？あんたの父さんみたいに。あの頭のおかしい親父みたいに。地上？体育場にある禁断の地のこと？ああ、じゃあ、キノコとかあったところが、その通路か。そうよ。そうすれば、二度と帰ってこれないから。やめなよ。グランディス、もう一人来たよ。ジョンが拾った子だね。誰も拾わなかったのに、変なやつ。お前、生意気だな。それにあの髪、白髪じゃん。あはは。ババアだね。ババア、ババア。こいつら。いじめはダメだよ。何よ。じゃあどうしろっていうの？グランディスのおじさんは町長なのよ。あー、なるほど。町長の娘か。フライパンで一発やっとく？あんたが地上に行ってもいいのよ。そうしようかな。地上は全然怖くないよ。というより、美しい場所なの。どうした急に。澄んだ青い空、生い茂る草。あなたは誰？いつかわかる。いつかね。行って、あなたの運命が待っているから。そんな風に話して自分を何様だと思ってんの？こいつマジでフライパン叩きたくなんね。あんたはただ捨てられっ子でしょ？捨てられっ子。ちょっと聞きなって。グランディスが話してるよって。なんて言ったの？いいね。うん。なんでもない。もう行くよ。構ってもらえんかったからな。大丈夫かい？ダニエルくんか。君はあいつらが怖くないの？まあ、怖いかどうかって言われると嫌だろうけどね。言ったでしょ？推薦状がないと。推薦状だよ。見て。うん。どうやったのか知らない。けど、いいわ。お利口さんでいることね。面倒はかけないこと。はいはーい。やった。学校に行けるよ、チョン。俺も。ダメですか？そこのあなた。参加見じゃないんです。保護者入れません。はいはい。どういう感じなんだろうね、学校ね。さて、やるべきことは採掘場に行く感じ？いや、違うの。右側だ。あ。どうも。仕事が好きなのか？これじゃ、古き良き農作業でも挑戦してみるか？あ、いいね。やっとこう。手伝っちゃるよ。農場？おやいや、これは新人さんじゃないか。サニーサイド農場へようこそ。ここは暑いだろ？この農場の隣には古代遺跡があるからな。へえ、そんなあるんだ。遺跡の中は猛烈に熱い蒸気でいっぱいらしいぞ。そんなことはどうでもいいって？そうかい。スターに会いに来たんだな。農場の中心かつスター。それが、ホットクラブだ。え？ただの化け物じゃね？え？コーラがどうしたって？うん、なんかすごいことになってるね。あは、あれはコーラじゃない。ポットだよ。そうだ、わかったか？ポットが重要だ。はあ。ポットの中にはクラブアップルの種をまくんだ。そのポットをカニの上に乗せる。はい。そうすれば、奴らはあっちこっち動き回るようになる。動くスピードが速ければ速いほど種が成長する。カニが動けなくなるほど成長したら、アップルができるわけか。クラブアップルの食べ頃ってわけだ。っていうことは、クラブアップルって言ってたのは、カニの生命を取って成長するアップルだからクラブアップルなんだ。えぐえぐいな、そのアップル。2回目から想像できないが、実はかなり重い。特にあれは重いぞ。赤い羽厚は足が強いカニの葉でしか育たない。最後に身はあの穴に落とす。どここれか。それで完了。ってことは終わりだ。ホットクラブがどうなるかって？それは、知らない方がいい？やっぱそうなんだな。お、めっちゃいるじゃん。え、どういうこと？あー、なるほど。とりあえず運べばいいんだ。はいはい。で、あの子たちが運ぶのってか邪魔してくるから、それをうまく避けながら入れろってことね。おい。あ、ナイスシュー。これ意外と難しい。飛びすぎるしみたいなね。溜めすぎてもダメ。ほい。ミニゲーム面白いね。いいね。あ、さ、これさ、あれか。距離感大事か。これ最初の理解が済んどけば全部入ったね。あと1個だったな。200点いかなかったな。悪くない。悪くないぞ。新人にしちゃなかなかいいじゃねえか。ほら、今日の給料だ。あ、お金だ。やっと。普通にお金くれるんだ。デカめのこと？デカめのお父さんは有名なホラ吹きよ。ママに聞いたんだ。あの人、地表に行ったことがあるって言ってたらしい。みんな地表に行かないように行かせようとしたんだよね。行かせようとしたんだ。それで蝶々がカロン送りにした。だからさ、ダニエルとかからない方がいいかも。あ、返してよ。本当に入ったぞ。どこ？僕のコインはどこ？あー。してやったりよ。あんなのひどい。関わっちゃダメ。サンもいじめられるよ。そうだよ。見ないふりした方がいい。なんか、めんどくさい子供だね、町長はね。町長自体が、家自体がめんどくさそうだな。あ、迎え来たよ。普通に入っていったけど。あれ？普通に入っていいのかな？いや、でもいいね。このさ、入るところがさ、扉って分かりづらいけど、ライトで光が漏れてるのいいよね。ボロ寝てる。いいな。曲もいいな、このゲーム。ちょいちょい流れる曲がね。どうした？行かない方がいいと思う。行かない方がいいと思う。不良に逆らったらおしまいだよ。開けちゃいけない扉だったのに厄介なことになったね。キキキ。あんたお前どっちの味方？笑ってる場合じゃないって。どういうことだ？とりあえず、あった。やっぱあったね。トークン3個。多分、先生の部屋だね。事務室だね。またあんた？いいけど、彼自分から入ったのよ。もう行こう。ジョン、どうしてここに？まあいっか。ダニエルを助けなきゃ。本気？あそこに入るつもり？どういうこと？下には炎を吐く鉄のドラゴンが住んでるんだよ。本当に？気をつけなよ。キキキ。まあ、トイレ行きましょう。ないね。よし。とりあえず、殻は探す。あれっていうか、冷蔵庫ねえな。意外と冷蔵庫ないな。え？ちょっと待って。ここ。ああ、入れるのここだけか。ああ、しかもさ、あれじゃん。あのマークあるじゃん、ここ。めっちゃ危険な場所じゃん。サンちゃんついてきてるけど、まあまあ仕方ないか。ああ、これ当たったらダメなんだろうな。ヘビか。一応回避行動がないからね。あるかもしれんけど、ナメクジはあれかなあ、あれかな、スライム的なポジションなのかもね。よし、おい、あ、お前入ってくんのか。マジで草みたいなヘビだな。でもお金がもらえる。アイテム出るんだったらそれはそれで便利だね。ん？この石吹っ飛ぶ。ああ、でもなんか使えるんだろうな。ハートゲッチュー。よし、何これ。開く。ハートジュエルを手に入れた。あと3つ集めて体力アップしよう。あー、器だ。ハートの器的な。いいね。なんか出た。玉ねぎ。玉ねぎ出んのあいつ。いいね。よし、オッケー。んで、1、2、あ、ダメ。吸い込まれていった。うい。ナイスショット。あ、なるほどね。いいのか。なるほど、攻撃手段でもあるんだ。やばい、思ったよりライフが減ってきてる。ハート欲しいね。見つけた、ここにいるよ。逆によくここまで来れたな。ダニエル？え？どうして？もう大丈夫。助けに来たんだよ。下で何してるんだろう？まさか何かあったんじゃないよね？鉄のドラゴンに出会ったのかも。ああ、そういうことか。蒸気が炎に見えてってことか。鉄のドラゴンっぽいってことね。はい。鉄パイプだね。どうか無事でいますように。不吉なこと言わないで。カンは無事よ。それにおじさんがついてるじゃない。ついたよ、こっち。助けてくれたんだ。ありがとう。いいじゃん。まあねー。もうコインがって言ってたね。じゃーん。無事だったのね。彼何があったの？でかめったら出てくるなり眠っちゃったよ。デカめね。さあ、もうあんなことしないでいいわね。あの穴に入るなんて勇気があるな。下には本当に鉄のドラゴンがいるの？鉄パイプです。あ、下校の時間です。ラスト1本だよ。何が？よし、今日もこれでおしまいだ。もはよってあの子は？それこそダニエルが、親はどこいるんだろうね。まあこれが日常的な感じなんだろうね。終業のチャイムだ。片付けようぜ。ではここまでだ。やっと終わったか。しかしジョンが羨ましいな。でも学校の地下って体育場より危険なんだろ。なんでみんな知ってんの？そこよね。僕はウィリアムは、父さんを信じるよ。おー。表情がちょっと明るくなったね。私も見たことあるんだ。上の世界を。もう本当？やっぱそうだね。上から来たのかな。ウィリアムって上の世界って？私何も聞かなかったんだから。気になるんでしょ？実は。町長の子に多分ね、付き合いだろうね。しみじみとね、付き合いだろうなって思うよね。またやりたかすごい熱意だ。一応あれなんだね。学校のトイレ。あそこはかつて。いや、やめておこう。知らない方がいい。あそこはかつてか。ホットクラブの洞窟は上の世界に続いているよ。でも上の世界に行った者は死ぬんだ。あった、お宝あった。ついでに、あれだね、せっかくトークン手に入れたからガチャガチャしに行こっか。おい、来ました。じゃあガチャしよっか。残り3回。これかぶり出るんだろうね。2位？ さあ何が出る？ミイラ。気をつけろ。砂に潜むモンスターだ。永遠の塔では奇妙な実験が行われている。包帯を巻いた怪物を見た者がいるらしい。あ、でもかぶりあるっぽいな。マッドラット。素早い動きの凶暴な怪物。最近工場がネズミに荒らされている。ケーブルまでかじられたんだ。これさ、こうってもう一回入り直すと。あ、いや、多分そうだね。変わんない。ランダムか、毎回。ガチャ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 ってなるともうダメだね。担当です。スライムか。ダブったね。ダブりあるのか。ダブりあるのはちょっとあれだね。きついね。さあ、戻ってきました。とりあえずね、いろいろと回ってみたんだけど、特になかったんで、まあ、セーブだけして。セーブして。一日終わらせますか。まあ、学校行ったり大変な日だったね。ダニエルからお父さんの話聞いたよ。ウィリアムっていう名前でね。上の世界を見たって言ってたみたい。ウィリアムのこと知ってる？誰もウィリアムのことを信じなくて、ほら吹き呼ばわりしたんだって。そしたらウィリアムは急にいなくなった。嘘つきはカロンに送られるってハントが言ってた。ジョンはカロンのことを知ってる？ジョン、私はホラ吹きなんかじゃないよね。本当に上の世界見たんだよ。青くて緑で。すっごく広いんだよ。朝授業参観だってリアル先生が言ってた。マジか、早速か。ジョンも学校に来てね。サンにお礼を言わないと。そうだよ、お父さんと同じになるところだった。ちょっとそんなこと言わないの。大丈夫、平気だよ。あそこがカロンってこと、もしかして。ダニエル、突っ立ってないでほら。こいつら何もしてないのにな。あ、サン、昨日のことだけど、サンとサンのお父さんがな、助けてくれて。ジョンはジョン、お父さんじゃないよ。ああ、そっか。ごめん。ああ、もう見てられない。せっかちだな。デカめはね、ありがとうって言いたいの。そういうこと。ありがとう。僕の父さんが嘘ついたから。嘘じゃないよ、上の世界は。あー、どうしたメガネ。その話は絶対に学校でしちゃダメだ。校長が聞いたらブチギレるぞ。そろそろ行かなきゃ、遅刻しても怒られるし。ジョン、学校に行ってくるよ。あの金髪の女の子も朝から大変だね。ジョン、もう学校の時間だよ。はーい。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。また次の日学校で参観日か、ということらしいんでね、なんか事件起きそうな気がするな。ということで、ご視聴ありがとうございました。またしますので、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。